これはありなんですか。たまにこんなんあるよな、洗面やから水分が拭きやすいよな、カビも生えにくいしな。あー、クロス貼るより、うん、重たくて剥がれるとかないんすか。はないな、うん、じゃあ壁一面CF とか塩ビタイルでもいけんことないんすか。壁一面ちょっと勘弁してほしい。それは重みがあるやん。あ、腰下やったら重みそんなないやん。腰下風呂タイルを貼ったりするって言うからな。あ、そうですか、うん、今はさかみんなエコカラットにしはるけど、前はよく風呂タイルを貼ったりする。エコカラットよりフロアタイルの方が安いんじゃないですか。安い、ただ調湿効果ないから、ね、見た目だけでよかったら。そうそう、固定概念だよねやっぱりね。フロアって言われとくから。そうそうそう、難しそう。チャンネル登録お願いします。